ばあちゃん強っ。体あまり強くないのに。やばい、どんどん弱くなっ、暗くなってない？限界まで繋いでるわけだ。出ていいの？出ていいの？指がちぎれた。はい、どうも、アニメライターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ブリーチ、千年決戦編。第29話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。ブリーチ、千年決戦編、総告端ということで、第3期に入っております。全4期中3期の、3話になるわけなんですけれども、かなり絶望的ですよ、状況は。うん。もうゼロ番隊がやられ、和尚もやられてしまい、さあさあさあ、イチゴが駆けつけたかと思いきや、イチゴの手で霊を落とすという、ちょっとまさかの事態になっているんですよね。もうやっぱり全てを見通すユーハバッハをどうにかしないといけないんだけど、やっぱりちょっと、イチゴでも歯が立たない。どうしたらいいんだろうっていう状況。もう見た能力に関してはね、もう陛下には効かないという、もう G オールマイティが強すぎて、ちょっと太刀打ちができないというか、もうどうすんのっていう中で、さらに、イチゴが霊王にとどめさせちゃって、もう、みたいな感じになってるので、ちょっと、こっからの逆転劇が見えないので、とりあえず成り行きを見ていきましょう。ソウルソサエティないし、すべてのバランスが滅びてしまいかけているので、ちょっと注目ですね。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、ザ・ダークアーム。浦原さんも、ちょっとって感じだしね。どうしようか。さあ、行きましょう。浮き竹が何かしようとしてるんだよね。なんかすごいさ、オープニングではバトルをしてるけどさ。浦原さんも手は打ってるっぽいけど、でももう、これ、どうしようもないよなぁ。さあ、アイゼン。だから唯一だから本当にアイゼンがワンチャンなんだよ。おー、かっこいい。さあ、石田との戦いになってくるのかなぁ。てか、石田と本当に殺し合いすることになるのかなぁ。さあ、すべてのバランスが崩れてしまう状況ですが、レオ。さあ、もう目が増えている。What？ どういうこと？なになになに？背中？あの時、耳はぎ様。坂骨？うん。あ！オープニングに出てた手。御身の地。ルコン街。天より降りし神の目。うわ、出てきた！病気だったの？さあ、泣いてる！耳はぎ様？
なに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 、飲まれてる？あ、て、め。すっごい不思議な光景だけど、何者？そもそも、超越した存在？涙を拭いてあげる？飲む？臓腑に宿した？やばい。あら？髪が真っ黒に。あ、抜けた。ザ・ダーク・アーム。これが耳はぎ様ってこと？暗い腕。ああ、本当に元気になったんだ。あらあら。わお、強いね。やば。あ、強っ。え、ばあちゃん強っ。ばっちゃん強い。そういうこと。およね。ああ。わお。なんという異性。神王霊術院。うん。わお。わお。うわ、強く握る。わお、跡が残るほど。あ、体は強くないんだ、あんまり。それでも。ごめん、ちょ、描写されてたかもしれないけど。あの、病弱な一面は、以前から。多少の無理。二頭。さて。わお。さて、宇野花さん。さあ。あまり無茶のできない体。わお！お互いの。ここでか。そうなんだ。お？モナカ。そうなんだ。お。酒はダメ。ああ、子供にか。あらあら。面倒見てるわけだ。ああ、でもまあこの二人はすごい仲良さげな描写多いもんね。こういう同期。
あ、耳はぎ様？逆骨か。わお、土着心。あ、そうなんだ。霊王の腕ってこと？腕ないもんね。はーん。うん。腕。うん。静止。うん。生きながらえてるだけ。そうか、右か。さて、ああ、そうか、芝海苑。今ルキア？うん。わお。折れないね。わお。結構、ねえ、体あまり強くないのに。心は本当に強いな。七尾さんだっけ？伊勢七尾？うん。もなか。ハイエンドの周りはアランカル編でやってたよね。確か。袖に。わお。近いうちにまた、ケンパチと結成する前。さあ、わわわわわ、目が、はい、ああ、全身の臓腑、ああ、
マジ？それで身代わりになるっていうの？やっておいたんだ。え？マジ？これ想定してたんだ。はあ。二つある。うわ！手の形になっ、と、ああ。わお！誰？そうすけ、アイゼン。さあ、やっぱり、アイゼンが必要になる。神掛けを成功させておきたけはなんて書いてあった？うわ、音すっご！さあ、さて、セッパ、そう、あ、受け止めた、見てる見えてる見えてる見えてる、くっつくのこれでも、わお、拒絶を拒絶されてる。うわ、ちょ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 、音すっごいんだけど、爆発してるわ。これでもう死んでる。やばい、どんどん弱くなった、暗くなってない？うわわわわわわわ、全部飲み込まれてく。手が伸びてる。止まった？さて、手が伸ばってく。つなぎ止めた。見えてない？ねえ！見えてない？霊王が、霊王の右腕だから？うわ！すべてを捧げて！わわわわわわわ、限界まで繋いでるわけだ。うん。長くはなさそう。天使兵装。足りない。
さあ、アイゼン。わお。わお。さあ、返事した。え？歩いてる？左目と？もう解かれてるものだけか。なるほど。さあ、わお、鍵を体に。ああ、なるほど。さあ、とはいえ着々準備は進んでるけど、さあ、アイゼン、出ていいの？出ていいの？指がちぎれた。弾き飛ぶってこと？わお、格が違うな、この段階でも。ただ？わ、終わりか！早いな！なんか、着々と準備が進んでって感じだったな。さあ、アイゼンが放たれる。さあ、でももう、浮竹はもう退場コースなわけだもんね。神掛けで、とどめてはいるものの。そうか、これか。神掛け。で、椅子に座るアイゼンさん。でも、外出るんだね。外出るんだ。嬉しい。アイゼンが出てくれる。いや、でも、とはいえ、ユーハバッハ止めないとどうしようもないよね。結局のところだって、ほぼ最高戦力であるイチゴが通じてないもんな。うわぁ、目が。さあ、どうなるんだ？
月一つ。イチゴとぶつかるっぽいな。ザ・ベッドレイ、ビットレイヤー。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、なるほど、神かけか。とりあえず、一命は取り留めてるっていうような状態ではあるわけだ。とりあえず神かけによって、レオの右腕で体をつなぎ止めてはいるっていう状態ではあるんだけど、結局のところ、もう一度言うとく、ユーハバッハをどうにかしないと、やっぱりこの状況って改善もクソもないんだよねっていうところだから、どうしたものかだな。ねえ、また繋げれば、ねえ、繋がるなら、まあそうか、あと一号はとどめを刺さなきゃいいだけっちゃだけだからっていうところなんだけど、でもやっぱりこれを見る限りだと、ユーハバッハの想定してない未来っていうものも確実に存在するよね。それはでかいと思う。やっぱり何もかもを見通している、いろんなルートを見通しているってわけではないよね。知らないことは見れないんだよね。だから、見て知った能力ならその未来、何それを加味した未来を見ることができるけど、神かけなんて全く知らなかったから、見た瞬間未来がわからんってなったんだよね、きっと。だから知らない能力で倒すしかないんだ。初見で一発で倒しきるしかないの？そんな気はするよね。神かけの未来が見えてないんだもんね。だから未来を変えるっていうやり口は全然できるし、太刀打ちはできそうっちゃできそうなんだけどね。とはいえね。まあまあまあ、でもアイゼンを解き放とうとしているわけなので、まあアイゼンの力を借りて、なんだっけ、突起戦力アイゼンも入ってんだっけ？突起戦力が、ケンパチアイゼン？あと、イチゴ？この3人、5人いるって言ってなかったっけ？誰だっけ？あと。まあ、山爺、あと誰かかな、わかんないけど。まあまあまあ、そこら辺で。まあ、突起戦力、ね、その中の一人っぽいから、アイゼンはとりあえず全然、メタれる気はするんだよな。強化生月でなんとかなるだろう。いや、まあまあまあ、とはいえ、ユーハバッハが降りてくるかっていう話でもあるわけですよね。まあでも、この神かけを止めに降りてくるっていう可能性は全然あるのか。まあでも、北家は、命をかけて止める。まあ、これをね、もう、想定してたっていうのがまず恐ろしいところであるけど、でもいつか霊王様が撃たれるなんていう事態があってしまったなら、この力を使うためにっていうところで、まあ体弱かったりだとか病気と戦いながらも生きながらえて現役を貫いてきたっていうところなんだね。なるほどなるほど。こう考えたらどっかのタイミングで浮き竹がやられてたらすごい怖いことになってましたねっていうところでもあるけど、ギリギリで繋ぎ止めてるな、マジで。本当にギリギリだな。それこそだって浮き竹だって いつまで持つかわからないしね。それまでに、霊王を、何、治療というか、くっつける、手段をまず見つける、および、だから、なんだろう、霊王の、だから、左腕とかが必要なの？わかんないけど。とりあえず霊王の力を取り戻させるっていうことがまず何しろマストっちゃマストなんでしょ。だってそうしないとバランスが崩れちゃうわけだから。だからそれがマストなのかなっていうところだけど、でももうなんかドラゴンボール探すみたいにね、じゃあ霊王の左腕と右足と左足探してきましょうなんていう、そういう事態にはならないよな。どうしたものかだな。ちょっと、もうゲームオーバーの何エンドロールが流れてるというか、もうそのルートに入っちゃってるから、そこをどう覆すかだよね。とりあえず次回石田と戦っていくっぽいんだよな。でも、石田と戦ってる暇はない気がするんですけど、どうなんですかね、これ。もうちょっと、もう予想できない範囲に行っちゃってるよ。でもなんか、浮竹とさ、この京楽のさ、ね、春水の、この友情みたいなものを見せながら、どん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 ね、やっぱりなんか5手13体は味方を切っていきながら、なんとかこう精霊帝を守るためないし、世界を守るために動いてるんだなって感じはあるよね。中でもやっぱり、シュースはめちゃめちゃ辛い思いをしてそう。ね、山爺もいなくなって、浮竹もいなくなって、ね、それこそやっぱり、宇野花やちる、烈さんもいなくなってっていうところで、いや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 だ、マジで。本当に。ねえ。なんだろう、俺もすぐ行くからねになりそう。春水も。浮竹、君を一人にはしない。待たせないよ。今から行くよ。って、なんか命を通して何かしそう。気になります。はい。というわけで、まあちょっとね、まだまだわからない。ちょっとかなり佳境のまま、結構ブタって切れちゃったから、さあ次どうなっていくのかですよね。とりあえず、石田とイチゴが戦ってっていう感じ？そのうちユーハバッハは何するの？
わかんない。わかんない。でも、ユーハバッハが作り変えちゃう。そこから始まる物語とかある？どうなんでしょうね。わかりませんけれども、とりあえず次回を楽しんでいきましょう。以上、ブリーチ千年結編でした。バイバイ。